出てきますね。はい、皆さんこんばんは。12月4日月曜日、371回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝からですね、まあ一日暖かいっていうんですかね、太陽さん出てましてね、本当に暖かい感じがします。でも日中ですかね、まあ、3時後になるとやっぱり日陰に入ると寒いっていう形の真っ白でございます。今日のゲストをご紹介いたしますとですね、長野市教育委員会学校教育課、指導主事、それですね、連携推進担当、田中、真嗣さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、今日のテーマはですね、地域発活力ある学校づくり推進事業についてという形で、これ長野市が策定したという形になりますですね。はい、まあ、そういった形でちょっと内容などを説明していただければありがたいなというふうに思います。はい、まあ、私じゃあちょっとこれやりますね。目的みたいなのはね、ちょっとお願いできますか。はい、これはあの長野市の教育に関する事業の一つなんですけれども、はい、人口がこう減ってきて、特に子どもがこう減っていく中 で、はい、あの子どもにとって活力がある楽しい学校にするにはどうしたらよいかということで、長野市の中に8名の連携推進ディレクターですね、はい、これですね、が配置されました。はい、これで主にあの学校と地域の連携、学校と学校の連携ということに関して、あの活動しています。なるほどね。あ、だから田中先生も一応あの校長先生の経験ありという形になりますね。そうですね、はいはい、で実際に松代に来たっていうのはやっぱりあれですかね、これ退職する前にあれですか、なんか声かけられたとかっていうのはあるんですか。あ、はい、あの退職した後こういう活動あるんだけども、はい、やってくれるかということで、あの声はかけられました。なるほどね。はい、あ、先生はあの、まあ、校長先生経験してられたけど何年ぐらい教職に。あ、教職は37年で。37年、はい、であれですか、松代にも来たことあるですか。あ、そうですね、あの、うん、7年前に、うん、3年間松代中学の方でお世話になりました。あ、そうですか。はい、うん、じゃあ今回松代来たっていうのもあのそういった経過もあるんでしょうかね。あ、そうですね、やっぱり、うん、あの地元の方とやっぱり顔がつながってるっていうのも一つ、うん、大きな要素があったんじゃないかなとは自分で思ってます。そうですね、はい、顔見知りだったら、いやこんにちは、あ、そうですね、この間は、ね、はい、何年か前にお世話になりましたって言えば、はい、それで話が、ね、はい、広がりは出てきますね。はい、あとあれですかね、こういう声かけされた時に実際にこういうそのディレクターなんていう話出た時に経験全然なかったわけでしょう。あ、そうですね、はい、なんか不安とかとかってそういうあれはなかったですか。あの経験したことなら見通し持てるんですけども、はい、長野市としても初めての。あ、長野市も初めての、はい、授業なもんで、なるほど、ね、あの何やっていいかっていうのはね、本当に分かんなくて、うん、不安の方が大きかったですね。あ、そうですか。はい、それでもって決めたのはどういう。それでもやっぱりあの、うん、地域とか学校にお世話になってるもんで、ね、せめて恩返しできればということで、うん、まあ、できるかどうかちょっと非常に不安だったんですけど、うん、思い切って受けさせていただきました。そうですか、分かりました。このあれですかね、こういう今、あ、まあ、これで1年半ぐらいなんですかね。あ、そうですね、はい、うん、で当初真っ白いこれ、まあ、決めて真っ白い来た時と現状の真っ白とってなんかそういう違いみたいな感じます。あ、先ほど話したようにあの教頭をやっていた期間とその前に、はい、あの市役所の青少年課にいたんです、教育委員会の。あ、そうですか。あのその中で6年ぐらい松代と関わり持ってたんですけども、あのやっぱり地域の方が非常にあの活動が活発だったなということを当時から思ってましたね。はい、それともう一つ、今小学校なんかによくこう入っていって、はい、あの本当に地域の方が学校を大事にしてくれてると。うーん、それとあの地域の方がやっぱり自分の地域に誇りを持ってる、はい、うん、それ新たに非常に強く感じるようになりました。あ、そうですか。はい、まあ、松代もね、一応5カ村っていうので合併されて各地区によって、ね、学校があるっていう形になりますね。あ、はい、まあ、これであのあれですね、まあ、これから連携していくっていう形の中で、まあ、この先生作っていただいた
長野県の児童数の推移と推計みたいな形で、まあ、これちょっと説明していただいていいですか。はい、これは長野県の、はい、こちらで、あ、はい、ものなんですけども、はい、小学校は、はい、平成27年度で約20年後ですね、うん、そうすると大体今の子どもたちの 67% まで減っちゃう、減ってしまいますね、はい、実際に11万人から7万人って形で、はい、極端すぎますね。あ、そうですね、うん、どんどんこう減ってはきてるんですけどね、うん、はい、じゃああと中学生はどうなるか、はい、中学生もやはり、うん、66% 同じぐらい、はい、まあ、に減ってきてしまうと。なるほどね、はい、5万9000人から3万9000人、2万人も減ってしまう。あ、そうですね、すごいですね、はい、これは何ですかね、将来の人口推移。はい、これは長野市が独自で、うんうん、こう推移を作ったんですけども、はい、これが人口の推移ですね、はい、そうするとこの特にこの一番上の部分なんですが、ね、これが15歳以下の人口の数、うん、人口なんです、はい、そうすると2010年から比べると 41% まで下がっちゃうと、うん、この部分がこうずっとこれだけになっちゃう、ね、はいはい、そうすると年配の方はそれほど変わらないんですけども、本当に少子高齢化の、なるほど、ね、はい、時代が来ると。なるほどね、はいはい、あとはあれですね、まあ、このさっきおっしゃったその学校とっての地域の連携っていうんですかね、ありますけれども、はい、これもちょっと見てあれかな。あ、はい、これは今の松代の状況ですけども、はいはい、一町五ヶ村の関係で小学校は6つあると、うん、はいはい、で中学校が1つという形ですね、はいはい、で今この人数とすれば小学校の方は全部で750名ぐらい、うん、中学の方が420名ぐらいという、うん、そういう状況になってます、うん、でもこれも結局こう松代小学校でも あれですね、46名程度、学年で46人しかいないってことはね、そうです、ね、はい、うで、すでクラスにしたら2クラス、2クラスですね、2クラス、はい、20人、20人、はい、で私らやってたのは半分だね。あ、そうですね、それはまずいな、はい、これは20年後だ、はい、20年後ですね、はい、そうすると今の大体6割から7割ぐらいになっちゃうもんで、小学校は大体500名前後になりますね。なるほど、ね、で中学の方が、うん、280名ぐらいということで、はい、やっぱり子どもたちがどんどん減ってきてしまうと、うん、その中で、うん、子どもたちがこう学び合える活力ある学校にするにはどうしたらいいかということで、うん、今学校と学校をつないだり学校と地域をつなぐという活動をしています、はい、なるほどですね。あとは地域と学校の連携ですけども、学校と地域の連携という形でこれパネルちょっと作っていただきましたけど、はい、これを説明お願いできますか。はい、これはいろいろな活動をしているんですけども、はい、一つは地域と、の伝統文化をこう学んでいくということで、はい、こういう箱膳であるとか、はい、大門踊りであるとか、はい、そんなような活動をしてますね。そうですね、一つが、うん、地域の方から学ぶということで、はい、お豆腐作ってみたりとか、保護者がいろいろな講師になって逆に教えて子どもたちを教えてくれたりとか、そんな活動があります。なるほど、ね、はい、これはまあ東条小学校だとか、ありますね。そうですね、はい、東条は読み聞かせの活動ですね、はいはいはい、これ豊坂の方は5年生が田んぼやってるんですけども、うん、7名なんですよ全部で、うん、それで田んぼやるっていうのは大変なもんで、はいはい、子どもたちが誰か地域の方お手伝いしてくださいって自分たちでポスター書いて秘書に貼ったりして、それでたくさんの方が来ていただいて、活動を1年間できたと。これは何学校の先生が指導するの、田中先生が指導するの。これは学校ですね、学校でやったやつ、学校と地域で、はい、やってくれますね。まあ、ここもあれですね、西、豊坂は大島さんって、ね、協力隊の方 で、ね、移住して来られて、はい、まあね、やってます、はい、これもなんか松戸テレビで取材してね、なんかYouTube に上がってるって言ったね、いるのでまたちょっと見ていただければいいかなというふうに思いますね。まあ、こちらの防犯教防犯、そうですね、子どもたちの安全を守るということで、うん、こういう見守り隊っていう方が活動してくれてますね、うんうん、これは各学校でやっぱり行ってますね。なるほどね、はい、はい、あとはこれは西尾小学校、そうですね、自然を学ぼうと、はい、歴史を学ぼうということで、うんうん、こんな活動をしてますね。なるほどね、はい、あ、宮の平っていうのはあそこは自然の森体験っていうの で、 あ、そうですね、キャンプ場もあったりとかね、はいはい、あそこは日に、ね、西条はね、財産区があって、あ、はい、木の下草刈りとかね、あ、そうですね、あれもやったり、はい、いろいろやってますわね。行ってやってきました。あ、そうですか、はい、食事やったりとか。あ、そうですか、はい、あとはこれまた寺尾であったりとかって、ね、そうですね、これ歴史であるとか、はい、あと世代間の交流関係ですね、はいはい、
あとはね、これは学校、学校と学校をつなぐっていうので、これまず先生のあれですね、田中先生の重要課題になるかもしれないですね。あ、そうですね。あのこちらの方はあの幼稚園や保育園と小学校を連携していきましょうということで、はい、これはあの各学校でも以前から進めてもらってますね、うん、これでも今進めているのが小学校間の連携ということで、はい、これはあの松代小学校さんと京野小学校ですね、はいはい、あの一緒に昨年4回合同の授業をやりました。どういう授業なんですか。ここは、国語ですね。最初は交流ということで遊んだり、はい、ゲームやったりとか、それがだんだんこうやって顔なじみにさせてね、はい、そうですね、うん、またあと国語やったり英語やったり、うんうん、あ英語外国語やったりという形ですね。なるほどね。この子たちが今年が松代、うん、あの修学旅行へ一緒に行ってるんです。清野と松代 で、はい、これで2日目あの同じホテルで2日目一緒に活動したと。はい、あそういう体験、私ら考えられないね。あそうですね、私らね、はい、はい、あとこれは何ですか。これはあ のこれはあのいろいろな活動を、うん、あのこ参考で一緒にやりましょうとか、うん、はい、そういうことをやってますね。あの今京野小3の6年生と西条で一緒に活動したりとか、こんなことをやってますね。あと高原学校を一緒に行ったりとか、あなるほど、はい、あのこういう活動がどんどん今増えてきてます。なるほどね、はい、あれですね、これいろんなこうやって見るとですね、まあ、地元の人との交流連携うまく取り込まれているんですけど、松代全体でこれこじんまりとしているからこうやってできるんでしょうかね。あ、どういう感じですか。そうですね、先生見て、やはり松代は、うん、一丁五箇所の時から地元の学校運動を大事にしてくれるっていうのが、はい、私いろいろ調べてたらそういうのがありまして、うん、あ、そうですか。あのその部分のこう積み重ねが今のこういう活動に全て生きてるのかなというふうに思ってますね。あ、そうですか、はい、やはりあの地域の方が学校を大事にしてくれる、うん、そういうやっぱり気持ちが大きいと思いますね。なるほどですね、まあ、これもあれだね、学校と中学と小学校と中学っていうのはありますね、はい、どうですか。あ、そうですね、はい、こちらの方はあの中学校の文化祭に小学生がいて、はい、はい、で今年あの小学校の子どもたちが自分の学校を紹介した壁新聞を作ったんですよ、うん、それを中学校でこう発表して見てもらったり、うん、あ、今これがあの各学校回ってます。あ、そうですか。そうするとどこの学校何やってるのっていうのが小学校通して分かるように、あ、はい、こんな活動したりしてますね。先生指導されたの。あ、そうですね。あ、そうですか、はい、うん、いいことだね。あとこれはあの今までバラバラにやっていた体験入学を1日で6校、うんうん、まとめてみんなまとめて、これどこでやったの。これ松代中学校ですね。あ、そうですか。一日中学校体験ということで、はい、でもやっぱりこういうふうにやるとあれだね、あのその一応五箇村の仲間内っていうか同じ顔ぶれ分かるわ、あと入学してもふっとこういうふうになるよね。はい、そうだね、不安感が取り除けると思いますね。そういう面はありますね、はい、でもいいあれですよね、はい、これなんか、ゴミゼロ運動にも参加しましたよみたいな形もありまして、あ、そうですね、中学生はもう、うん、あの外で松代全体を考えましょうということで、うんうん、あの外に出て自分たちが奉仕したり、うん、そういう活動を大事にしてくれてますね、うん、あのこれも本当に素晴らしい活動だと思います、ね、うん、これ昨年のこれあれですよね、松中であの、真田十万石じゃなくて真田祭りじゃなくてあれは何だっけな、これはあれです、大博覧会。そう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 、はい、真田博覧会のやつだね、はい、これもあれ松代駅舎で、そうです、ね、アンケート取ったりとか、はい、観光案内もっていう結構ね、はい、動いてもらってて、まあ、あの住民も一緒に絡んで ね、 あ、そうですね、やってたっていうので、はい、結構ねアンケートも取らせていただいたっていう形で、はい、結構動きが良かったっていう、はい、まあ、観光客の方にも喜ばれたっていう話はちょっとお聞きしてますのでね、はい、はい、あとはあれですね、これ連携でこのなんですかね、各学校の先生たちもある程度スキルアップみたいなっていうのはできたんじゃないかと思うんですけど、いかがですかね。あ、そうですね、あの各地区であの地区の特色を生かしたこう教育をこう進めてもらってる中で、はい、あの先生方のやっぱりスキルとはどんどん上がってると思いますね。あの地域の方と連絡取ったり調整したり、はいはいはい、で地域を逆に自分たちが知らないといけないもんで、うん、歴史とかそういうのを学んだりということを先生方やってるもんで、うん、あのスキルアップしてると思います ね、 なるほどね。であと先生方は移動しちゃいますので、今度松代で、うん、
経験したことを次の学校へ行って、はい、広めていってもらえばありがたいかなと。それも一つのこれ市のある考えもあるかもしれませんね。あ、そうですね。そういう、ね、先生方のスキルアップというのはそういうことだ、ね、はい、全体的にこうやってね、はい、同じあれでもって回していくと、はい、大体同じ感じができるかなっていう感じはしますね。まあ、これ最後になりましたですけども、はい、この地域連携、学校連携、子ども同士の連携、先生方の連携って、これもう全部多方面全て絡んでるじゃないですか、はい、これみんな並行してある程度やっていかなきゃいけないという形ですよね、はい、先生これから今後の取り組みっていうのはどういうお考えでいらっしゃるんですか。はい、松代は地域連携はもう本当に長野市のモデルになるくらいしっかりやっていただいてるもんで、うん、はい、今度松代全体で、うん、と松代全体と学校がつながる、例えば中学校は松代全体なんですよね、うん、はいはい、そうです。ですのでそういうところとこう一つつなげていきたいなっていうのがあるんですよ。なるほど、ね、それともう一つはやっぱり一番大事な学校間連携、ああ学校間、はいはい、こちらの方をさらにこういう活動をより充実させたりやってみて、うんうん、こういう部分改善した方がいいよっていうのをこうフィードバックしながら、ああなるほど、ね、さらにこう充実したものにしていきたいなと、うん、そうだね。まあ、もう一つあれはねお願いしたのはやっぱり松代高校あるのでね、はい、松代高校と中学校こうやって連携して松代中学の生徒が半分以上こっち入るっていうのも一ついいかなと思ってはいるんだけど、そういうのもちょっと考えてもらえるといいなと思いますけど両方小中高なんですよ、はいはいはい、ですからだんだん少しずつ、ね、まだちょっと小中だけなんですけども、はいはい、まあ、目標をちょっとまた少し高く上げていただいて、はい、やっていただければありがたいな、はい、今日はどうも本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ピンボケしちゃうってそれだと。ああそう。じゃあ話せばわかる。いや皆さん、はい、素晴らしい。いやあのね、はい、ディレクターの先生いらしたら知らなかった。あそうか、ね、勉強になりました。うん、よかったわ、大変ですよね、うんうん。大変だと思う。ねああ今学校の先生って大変だと思うよ、うんですよね、うん、私らサラリーマンの、ね、時と、ね、同じような感じだから、うん、ブラック企業の中に一つ入ってる、うん、そうなんだよ。だからねまずいなと思うね。少し余裕持たせないと、はいはい、私らも同じですけど、はいはいはい、で来週、はい、来週はね、はい、なんか面白いよ、はい、巣ごもりする温泉何これ。いや面白いでしょ、うん、私もね初めにね、うん、お聞きした時にね、うん、巣ごもりって何と、うん、いうことでお聞きしたんですよ、うん、ね、うん、そしたらね、うん、小鳥がね、うん、巣箱の中って、うん、ね、巣の中はね、うん、すごくぬくもりがあって、うん、ね、うん、素晴らしいとこだと、うん、小鳥たちにとって、うん、だそれ、うん、そういうねイメージを作るんだって、うん、でねそのいろいろね、うん、目指してるとことか、まあ、やってるわけなんですけどもね、うん、昔の虫歌の湯、うん、虫歌の湯ある、あ、あるある、あのねお風呂をね、うん、ちょっと整備してね、うん、そのまま使ってるんですよ、うん、素晴らしいお風呂、そう、そしてですね、うん、地産地消、うん、食事提供するんだって、うんうん、それとね非日常的、うん、ね、うん、非日常的って分かります、うん、夢、うん、夢の世界を作るんだってさ、ああ私もねちょっとお伺いしてね、いつも夢見てるじゃない。毎日見てると思うな俺。ねえ皆さんそれ夢じゃねえんだよ俺。あう違うの、そう、そうです、毎日ね、寝ながら焼酎飲んでる夢じゃねえんだよ。そうか、小鳥の湯だよ、うん、そうね、うん、素晴らしいんだってさ、はい、ちょっと見たんですよ、うん、見学させていただいたんですけども、うんうん、素晴らしい、そう、うん、今までのね、うん、虫歌の湯とね全然イメージが違う、うん、あそうか、うん、いや昔が悪いってわけじゃないんだけどね、うんうん、素晴らしいイメージチェンジでね、私たち年寄りもね、うん、それから若い人たちもねお伺いしてもね、うん、素晴らしい空間だと思う。あそうか、うん、なんか聞いたらね、うん、若い人が多く来てもらいたいねっていう、じゃあ、まあ、お年寄りはねそこそこでいいっていう感じだよ。俺年寄りじゃねえから、俺若い人持ってるから。そうか、みんなそういう感じかな。そう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 、皆さんだって若いんじゃねえ。じゃあそんな、あそうか、はい、
じゃあそんな形で、支配人さん、うん、ね、そう来ていただいてね、佐野さんという方が来られて、お話いただくんです、うん、はい、なんか面白そうだね。そう面白いですよ。そう、うん、面白い方です。あ、本当、うん、じゃあ楽しみだね、うん、はい、そうだと思います。じゃあそんな形で来週しゃべくりましろ、そう、ね、素潜りする温泉、はい、で、それでは宮坂さんでやってきます。来週のしゃべくりましろ、どうぞお楽しみに。はい、お願いします。